ですね、また全然、音色が違ってちょっとこう沖縄な雰囲気に、なるんじゃないかなと思いますが、はい、最近au の CM で浦島太郎がこの三線を持って海の声という曲を海の声という曲を演奏してますけれども、ちょっとそちらをですね、練習してきましたのでご披露したいなと思います。